到着。地元の方々がたくさん訪れている賑やかな道の駅です。道の駅スタンプは観光案内所を入って正面にありましたよ。可愛らしいお地蔵様発見。店内はたくさんのお客さんであふれています。この日は三祭りが開催されていましたよ。みかんや唐辛子、ところてん用天草、カツオの削り節や鮮魚、クラフトチューハイや金目鯛、味の開き、カフェも営業されていましたよ。塩辛や静岡ビール、冷凍レモンやいちごジャム、柑橘ジュース、卵や地元の新米、シャインマスカットなどの果物、青パパイヤやギンナンに山芋など、珍しい商品も数多く置かれていました。